どうもこんにちは、かっこいい作業服ジャビンヨですね、52,400番です。非常にですね、生地がですね特徴あります。デニム調の生地になってます。素材自体もですね、綿が多い 70% 綿でですね、残り 30% がポリエステルという非常に、ジーンズっぽいですね素材になっております。そして、ね、このステッチもですね非常に赤を使っておりまして、インパクトのある、作りになっております。さらに付属も赤と、まあ、新庄さんがね赤が好きということもありまして赤を多く使っていると。これはインディゴという色なんですけど、これは赤が多めに入っております。で、非常にですね風合いもいいです。着心地はいいですね。デザインがね特にこういいですね。この生地の感じとこのステッチワーク、このバランスが取れたところが非常に、私も好きな作業服になります。非常にかっこよくですね、着られる作業服じゃないかなと思います。ジーンズ調の作業服です。非常にですねいいです。付属もこだわってますし、このステッチワーク、この切り替えですね、なかなかこうこだわってますね。非常にこういうところね、付属なんかもちょっとラバー調の、あ、ごめんなさい、革調のですね合皮を使っておりまして、なかなかこう作業服にないこだわりがあります。ジャインはですね非常にいろんなところこだわってますね。若干ね値段がいいんですけども、その値段の良さがですね非常に出てるかなと思います。結構パンチの効いたシルエットですね、細身で若干丈も短いですね、まあ、今風なシルエットになってます。で、まあ、僕ちょっと背が低いので袖はですね若干長めになっております。170センチぐらいの細身の人であればジャストで着られるんじゃないかなと思います。ジーンズテイストのカジュアルワークウェアということでですね、メーカーも歌っております。で、色がですねこのインディゴとキャメル、ブラック、ワインと4色ありまして、これがね一番人気のある色になります。ぜひともですねかっこいい作業服、ジャーウィン52,400番よろしくお願いします。